ジョージョのやつ。さすがに親父の手紙と東洋人から手に入れた毒薬は持って外出したようだな。だが俺が奴の部屋を調べる目的は他にある。おほう、記録している、記録しているぞ。ジョージョのやつ、こんなところまで仮面の研究を進めている。7年前この石仮面が作動するところを俺は見た。ジョージョはそれを自分だけが目撃したものと思ってこの仮面に興味を持ったようだ。だが今俺はこの仕掛けの思わぬ利用法を思いついたのだ。この突進がジョジョの脳みそに食い込めば間違いなく即死。この石仮面をかぶせジョジョのやつを始末したとしたら、この仕掛けはジョジョだけが知っている研究であるし、記録はこのノートに全て書かれた。警察はジョジョの変死体を研究中の事故死と見て捜査は打ち切る。殺人容疑は俺にかかってこない。ジョジョ、お前の研究でお前自身が死ぬんだ。どうした御車、なぜ止まる。旦那、足、これから先はいけねえんです。やばいんです。旦那、こっから先はやばい。紳士の入り込むところじゃねえ。よそ者の旦那は知らないだろうけど、何百年も前から決まっているんですね。呪われた者の住むところで伝染病が流行るときはいつもここからなんです。その名もオーガーストリートってんですね。ああ、知ってて来た。ディオが僕の父に飲ませようとした薬を大学の研究室に分析を頼んだが、結果は分析不可能だった。そうするとこれは東洋の薬である可能性が強い。ディオは以前ロンドンに住んでいたから、ロンドンでそのような薬を手に入れるとしたらこの場所しかない。入手先から証拠と解毒剤を手に入れるしかない。ありがとう。ここから先は歩いていくよ。やめなせ。ジョースターさんの行くようなところじゃねえんです。わかってるよ。だけどたとえこの右手を失うことになろうと、行かなくてはならない理由があるのです。なんだこの街は。また行き止まりだ。まるで迷路だ。壁のひびまで怪物に見えるほど不気味なところだ。おい、入れ墨、おめっちのナイフに任せるぞ。あの身なりのいいあんちゃんの肌を切り刻んで身ぐるみ剥いちまいな。なるほど、オーガーストリートか。金目のものがあったらさっさと出しな。さもなきゃ命の補修はできねえぜ。待て、早まるな。僕は東洋の毒薬を売る人間を探しに来ただけだ。あったり抜かすなよ、金持ちの甘ちゃん。どうしてもか。
ターがどんな妨害があろうと突き止めるのみ。毒薬の売人を、解毒剤を。東洋の神秘、中国憲法、この蹴りを食らってあの世まで飛んでいくね。今の憲法の妙に東京を味わうね。クールに決まるぜ。ぬぬぬぬフラッシュ。クールに決まるぜ。クールに決まるぜ。まだまだクールに行くぜ。喧嘩の年だから。いただけだぜ。もっと味わうね。やがったな。キャイー。まだまだ。いや。クールに決まるぜ。あるよ。まだまだ。キャイー。まだまだ。いい切れ味だろ。まだまだ。この妙に、ちょっと味わうね。身ぐるみ入れたらな。まだまだ。身ぐるみ入れたらな。ぬぬぬぬ。そこの東洋人、君なら知ってるな。東洋の毒薬を売っている店を。クールに決まるぜ。クールに決まるぜ。そう。はい。キュー。次の剣法の妙に味わうね。次の剣法の妙に。やめやがったな。クールに決まるぜ。ぬぬぬ。いや。ぬぬぬぬ。キュー。おい、エレズミ、このアンちゃんの身ぐるみを吐いじまいな。うっきゃー。たんまり持ってそうだぜ。父さん。クールに決まるぜ。
まといにはならねえ。
やめろみんな。その紳士に手を出すことはこのスピードワゴンが許さねえ。紳士、一つ聞きて、なぜ思いっきり蹴りを入れなかった？あんたのその足ならよ、俺の顔をめちゃめちゃにできたはずなのによ。僕は父のためにここに来た。だから蹴る瞬間、君にも父や母や兄弟がいるはずだと思った。君の父親が悲しむことはしたくない。こいつマジにこんなこと言ってんのか。限りなく甘っちょろいやつだぜ。しかし仲間も大した怪我じゃない。なるほどな。外見や服装だけじゃねえ、正真正銘の紳士ってわけか。こいつは精神的にも貴族だ。気に入ったぜ。あんたの名前を聞かせてくれ。ジョナサン・ジョースター。東洋の毒薬を売るやつを探してるって言ったな。気をつけな、やつはこすずるいぜ。知っているのか。傷の手当てをしねえよ。このスピードワゴンが店まで案内してやるぜ。最近俺はどうもおかしい。気持ちが荒れている。なぜかジョジョのやつのせいだ。このディオの人生はあいつのおかげで狂い始めている。ジョジョのやつ、オーガーストリートで野垂れ死んだだろうか。それが気になる。まさか薬の証拠をつかんだのでは。どっちだ。気をつけろ。どこ見て歩いてんだこのタチキが。ほう、衛生観念もない虫けら同然のたかがジジイの不老者が。よくもこのディオにそんな無礼な口が聞けたものだ。いい機会だ。ジョジョのやつを殺そうと思っていたが、まずここで試してやる。何をごちゃごちゃ言ってるんで。人体実験だ。ジョジョのやつが何年にもわたってまだ調べているこのバカバカしい仮面の研究を、このディオは一瞬にして解いてしまうというわけだ。光が。この光は一体。幻覚か。今の仮面からの光は。優れた絵画や彫刻はそれ自体輝きを放つように見えるが、それと同様に感じただけのことか。そしてやはり死んだな。骨身が頭に食い込めば即死は当たり前。ジョジョのやつが大層な研究記録を残しているから、ちょいと奇妙な期待がこの仮面にあったが、何のことはない。ただの拷問殺人道具よ。
こいつ、まさか、そんなまさか、死んでいない。なんだ、一体こいつは。そういえばジョジョの仮面の研究ノートに書かれていた、人間の脳は未知の器官、我々の知らない能力が眠っている可能性が十分あり得ると。古神はそれを呼び覚ますものなのか。古代人はそれを発見していた。そしてその発見を道具としてこの仮面に込めて制作した。なんてことだ。人体実験をやってはいいが、絶体絶命、逃げなければ。知らねえがよ、乾いて乾いてしょうがねえんだ。今も今までこいつ老いぼれのジジイだった。だがこの顔はどう見ても20代、若返っている。分かってきた。しかし、行くしろ。あの太陽が最後に見るものだなんて、いやだ。太陽の